カイマナス -1、ス -1、F1、F1 は、日本の三菱重工業が開発した第3、世代ジェット戦闘機。同社の T-2 高等練習機の発展型であり、航空自衛隊で、支援戦闘機、戦闘爆撃機として運用された。量産1号機の初飛行は1977年、昭和52年で、同年より、部隊配備を開始した。その後、 後継機であるス -2 の配備が進み、2006年、平成18年3月9日に前期が退役した。三菱重工業が製造した T-2 高等練習機をもとに、第二次世界大戦終結後に、日本が初めて独自開発した超音速飛行が可能な戦闘機である。航空自衛隊では支援戦闘機としているが、その性能や運用目的から、 攻撃機ないし戦闘爆撃機と分類される場合もある。また、日本という四方を海に囲まれた島国の防衛のため、初期段階から空対艦ミサイルとの組み合わせによる対艦攻撃が想定され、国産の80式空対艦誘導弾 ASM-1 の搭載能力を有していた。T-2 を元にした試作機である特別使用機。 FST2 回が1975年6月3日、量産型1号機が1977年6月16日に、それぞれ初飛行を行った。総計77機が製造され、三沢基地の第3飛行隊と第8飛行隊、追気基地の第6飛行隊に配備された。空対艦ミサイルによる対艦攻撃や高精度の爆撃による対地支援では期待されていた一方、 機動性の低さから、溶撃任務など、空中戦闘機動での不安も抱えていた。後継となる回マイナス2の開発遅延もあって長く、現役に留まったが、2006年、平成18年に、追記基地の第6飛行隊に配備されていた最後の機体が退役し、運用を終了した。航空自衛隊では、全国で待機体制を取るために、十三個飛行隊の戦闘機が、 必要であると算出しており、このうちの3個は、着陸または上陸する進行部隊を海上または地上で阻止、攻撃することを任務とす支援戦闘機部隊とされていた。この戦闘爆撃機としては、海 -104 の導入に伴って余剰になった海 -86 海が重当されてきたが、老朽化に伴って遠からず退役することになっていた。第二次海 X として、 1969年には、海マイナス 4EJ が選定されたものの、これで海マイナス86回が退役した穴を埋めるには、予算が足りない上に、国会での議論を受けて、爆撃計算機能が削除されており、戦闘爆撃機としての機能は低下していた。1967年より、夏季完成レーダーを搭載した、超音速機である海マイナス104の乗員を、 育成するための高等練習機として T-2 の開発が進められていたが、開発側では練習機だけでは生産数が少なくコストが上昇することから、これをもとに支援戦闘機に転用し、生産数を増やして単価を低減するという案を抱いていた。また傭兵側としても、これを武装化した場合、搭載量としては k 4EJ には及ばないものの、 現用の解マイナス 86F よりははるかに上回り、また戦闘機開発能力の寛容にもつながることから、T-2 をとにした支援戦闘機を開発して、K、解マイナス4とハイローミックス運用とすることが構想されるようになった。これにより、T-2 は解マイナス 86F の後継機として、戦技訓練が可能で支援戦闘の潜在能力をも、かつ、 超音速飛行の能力を有する練習機として、支援戦闘機への発展を前提に設計されることになった。1971年12月15日に、XT-21 号機が納入され、開発が一段落すると、T-2 をもとに支援戦闘機の試作機に改造する設計作業が開始された。この支援戦闘機型は、FST2 回と呼称されており、 1972年6月に航空爆料庁から要求性能が上進され、7月24日の装備審議会で基本要目を決定10月9日の国防会議で装備方針が正式に決定された。なお、T-2 の開発にあたっては、もともとアメリカ製の T-38 を採用する予定であったものを、 技術研究本部の森谷富次郎本部長の運動もあって、松野防衛庁長官の指示により、航空自衛隊の反対を排して、国産開発に変更されたという経緯があったが、その後も、解マイナス1の量産決定に至るまで、国産機ではなく、T-38、解マイナス5を採用するべきであるという圧力を受け続けた。1972年10月の、 第四次防衛力整備計画決定直前の国防会議議員懇談会でも会 -5E への変更を主張する意見が出た。これに対し政府側はすでに購入が開始されている T-2 練習機との相互運用性や比の国土への適合性に優れ、またレーダーや爆撃照準装置を備えており性能面でも優れることを説明して理解を得た。その後、 深いマイナス 4EJ で削除された爆撃照準機能を本機が備えていることが問題視されが、こちらは後続距離の短さのために周辺諸国への脅威とはならないことを説明して理解を得た。1973年3月末、三菱重工業にシステム設計、三菱電機に各機完成装置 FCS が発注されて、年度明け早々から作業が始まった。 設計にあたっては、極力 T-2 との共通化が配慮されており、モックアップは、コックピットや外部搭載物周りの最小限に止めて、1973年5月には、細部設計に入った。同年3月に契約された T-2 の第一次契約のうち、T-2 量産2号機、106及び3号機、107は FST2 の飛行試験用テストベッド機とされており、 このシステム設計で作成された図面による特別式として制作された。1975年6月3日に107号機、6月7日には106号機が初飛行して、1975年7月末より航空実験団による飛行試験が開始された。1976年3月までに213早期のフライトが実施され、その成果は、 FST に会技術的試験、実用試験報告書としてまとめられた。装備審議会を経て、1976年11月12日に、防衛庁長官の部隊使用承認が下され、名称も、会 -1 と改められた。上記の経緯より、本機の設計の多くは、T-2 のものが踏襲されており、飛行特性は、T-2 のものをほぼそのまま受け継いでいる。 多彩な装備にもかかわらず整備性は良く、機体のトラブルで墜落したことのない、信頼性の高い支援戦闘機であった。なお、回 -1、t-2 は、英仏共同開発のジャギュア攻撃機との形状の類似が指摘されるが、主翼は、ジャギュアの削り出し一体構造に対して、より軽量かつ、剛性の高いやついたペーパー外反の竹田構造を用いるなど、 内部構造は大きく異なっている。胴体の基本構造は、強力縦通り材と縁側町で構成される、通常のモノコック構造を採用している。機種には、下記完成レーダーのアンテナを収容する、FRP 製のレドームが設けられており、その直後は、電子機器や液体酸素コンバータなどの収容スペースとなっている。その後方には、余圧式のコックピットが配置されている。 風防は当初は T-2 と同様の三分割式のものが用いられていたが後に強度の高いポリカーボネートによるワンピース型に乾燥された。射出座席はゼロ高度、ゼロ速度で脱出可能な ES-7J が採用された。T-2 で鉱石とされていた部分は電子機器室とされており、この部分はキャノピーではなく金属製の外反とされている。 なおこの配置では、操縦席後方が隆起しており、後方視界を大きく阻害することから、設計段階では、むしろ後席を残して、前席部分を電子機器室とすることも検討された。ものの、T、T-2 からの設計変更が、かなり大規模になることから、棄却された。クリップドデルタ型の主翼は、後翼配置とされており、9度の抱えリズムが付されている。交体角を付して、 翼面荷重が高い主翼は t 二で採用されたものであったが支援戦闘機として低空を高速で飛行するのにも適した特性であった。その一方で優れた超音速性能を狙って小さく断面も非常に薄いものとなっており主翼内に燃料タンクを設置できず燃料搭載量が少なくなったためドロップ式の増装を二百二十ガロン八百三十三リットル のものを、胴体下に1個、左右両翼下に、各1個の最大3個を機外に搭載して対応した。水平尾翼は、下方向に15度の角がついている。全誘導式で、全縁は、エンジン廃棄やミサイル火縁からの耐熱のため、下にウム合金が用いられている。T-2、回 -1 の横操縦には、MU-2 以来の三菱重工製航空機に、 用いられている全スポイラー方式が用いられており、補助翼を排して、スポイラーを用いることで、低速から高速、大向かい角まで良好な火事の機器を確保している。その反面、高速時の旋回に難があり、翼端流の発生により旋回をすると速度が低下してしまう。使用材料の比率は下記の通りであった。また本機では、 大地攻撃用に用いられることを想定して、迷彩塗装が導入された。上空から発見されにくくするため、機体上面と側面は、緑の濃淡と茶の迷彩、仮面は、地上から発見されにくい空と混じり合う明るい、灰色という灰色である。これは、米空軍やナトーの迷彩方法を参考に、海マイナス86回3機に対して、 日本のフード条件にあった3種類の塗装を施して、比較検した成果を踏まえたものであった。エンジンも T-2 と同様に、ロールスロイス、チュルボメカセアドア RT-172MK102 を石川島春馬重工がライセンス生産した TF40IHI-801 エーターボファンエンジンが搭載された。T-2 の開発にあたっては、 途中で、ゼネラルエレクトリック J79 や GE1、J1 も訴状に乗せられたものの、結局、当初予定通りに、アドアが採用されたという経緯があった。低空でのミッションを重視する支援戦闘機として考えると、飛行プロファイルが類似するジャギューは攻撃機に搭載された。アドアであれば、特性的に適合するのに対し、J79 は、航空。 高マッハで水力が急増する特性があり、これを搭載する場合、飛行プロファイルを溶撃機に近いものに改定する必要があった。また、GE-1 も支援戦闘機の飛行プロファイルには必ずしも適合しない上に、この時点で未完成で、搭載機もなく不確定要素が大きかったため、アドアが採用されたものであった。しかしジャギュアは攻撃機であったのに対し、 ス 1>, -1 は支援戦闘機として平時にはスクランブル、大量空侵犯措置などにも従事しており、特に空中戦闘機動におけるエンジンの水力不足が重大門となった。アメリカ空軍の F-16 との一種間、空戦訓練では海 -16-2 機に対して海 -1-3 機で当たるのが通例であったが、戦術面の工夫で撃墜を得る例もあったとはいえ、 基本的には常に劣勢を強いられており、米軍側から回、回マイナス13機を相手にしても得るものがなく、6機にしてほしいとの要望を受けたこともあった。また構造上、アフターバーナーを使用する際のスロットル操作に微妙な制限があり、パイロットの負担となった。またサポート面でも、アドアは開発後間もないエンジンであり、頻繁に改良や設計変更が行われたこともあって、 多くの困難が生じた。ジャギアとは運用も異なることもあり、日本特有の不具合も発生したことから、石川島春馬重工では、ロールスロイスとも協議しながら、日本独自の改善策を講じて、問題を解決していった。また生産性についても、同車流に改善して大幅に、コストダウンしたものも多かった。これらの経験は、その後、 回 -15J のプラットホイットに1回100回 -2 のゼネラルエレクトリック回110のライセンス生産でも活かされた。電子機器については T-2 と比して大きく変更されており、下記のような機器が追加ないし変更されている。J-OG-12 下記完成システムは T-2 の後期型で搭載された J-OG-11 の改良形を中核として、 97JP-1 改め光学照準機を連接したものである。使用周波数は、KU バンド、アンテナは、スロットアンテナをアンテナ素子とした、プレーナーレ式という使用所言は踏襲されたが、グラウンドマッピングや ASM モードなどが追加された。ASM モードは、空対艦ミサイル、ASM の運用のため、ペンシルビームによって遠距離を 集中的に捜索するもので、最大探知距離は、レーダー反射弾面積、RCS 数千平方メートルの幹線に対し、最大四軸回り、約7 2トル程度とされている。ただし本レーダーは、単なる、パルスレーダーであり、クラッター排除能力を持たないため、自、運用での探知距離は、もっと短くなるものと見られている。J、オグ -12 のほか J、 ASN-1 や J,UPN-44,J,A24G-3 と連接されて射撃計算を担当するのが J,ASC-1 完成計算装置であった。特にそのデジタルコンピュータは、KI-4EJ との対比において技術的に注目されたところであった。無誘導爆弾については、弾着点連続計算と透過点連続計算。 CCRP の二つの攻撃モードがあり、非常に爆撃精度が高く、共同訓練で、地上標的に連続で直撃させて、米軍関係者を強嘆させたこともあった。特に c シップでの弾着精度は良好であったが、予算上の理由から爆弾用のモードしかなかったとから、ロケット弾や傷にも適用できるように、部隊レベルで基盤が自作された。 T-2 では照準機能だけに使用されていた、光学照準機は、ハドにアップグレードされた。また自動操縦装置、AFX の搭載は、一度は断念されたものの、運用試験を踏まえて、昭和54年度より開発が開始され、C-9 契約の272号機から採用されて、他の機体にもイランの際に、順次に搭載されていった。電子戦支援のため、 深マイナス 4EJ に採用された j a p a マイナス2を元にした j a p a マイナス3レーダー警報受信機が搭載されており機首側面と垂直尾翼先端に受信用アンテナが装備されて T-2 との外見上の相違点になっている電波妨害装置 ECM の搭載もプロビジョンとして計画されていたが実現しなかったまたチャフやフレアも搭載されず スピードブレーキにチャフを挟み込むという原始的な手法に頼らざるを得なかった。機種の左下方に JM61A120mm バルカン砲1機、弾数750発を固定装備するほか、胴体下部中央に1つ、両翼下に2つずつ、両翼端に1つずつ、計7箇所のハードポイントを備え、下機のような様々な武装を搭載できた。なお、 代表的なミッションプロファイルとその時の戦闘行動半径は下記の通りであった。第4次防衛力整備計画4次防の原案では4個飛行隊126機を予定していたが、1972年8月の修正で3個飛行隊分96機に圧縮され、さらに最終段階で1個飛行隊分は次期防に持ち越しとされたため、 1972年10月の閣議決定では68機の購入となった。また当初は昭和48年度でのスタートを予定していた量産第一次計画はオイルショックを受けた自主削減で先送りとなり、やっと昭和50年度より着手された。量産1号機は1977年、昭和52年2月25日にロールアウト、6月16日に 初飛行し、9月16日に納入され、三沢基地の第3飛行隊に配備された。1979年3月30日からは、アラート任務を開始し、4月4日には、初のスクランブルを実施している。続いて1979年6月から1980年2月に、かけて、第8飛行隊、1980年3月から1981年2月に、 かけて、追記基地の第6飛行隊が基地転換を完了したが、4個目の飛行隊は財務当局の反対で実現しなかった。昭和54年度以降も予備機の生産が継続された。後、1987年、昭和62年3月9日に最終77号機が納入され、生産が終了した。最初期計画では、平成2年度より、 最初の飛行体の更新は必要と見積もられていたが、これでは次期支援戦闘機の国産化に間に合わないことから再検討が実施された。この結果、強度再検討による疲労対応時間の延長とオイルショックによる年間飛行時間の短縮の影響により、更新は平成9年度からで良いことになり、FSX 国産開発のための時間が得られることになった。 これによって開発されたのが、ス -2 であり、1995年10月7日に、試作1号機が初飛行した。しかしス -2 の開発難航によって、舞台配備は2年以上遅延しており、本機の老朽化に伴って、機材のやりくりがつかなくなっていったため、ス -1 飛行隊のうち、第8飛行隊には、代替機として、ス -4EJ 回が割りてられることになり、 1997年3月に機種改変した。その後、2000年9月より、回 -2 量産機の引き渡しが開始され、逐次納入されていった。2001年3月14日には、第3飛行隊の回 -1 が、ラストフライトを実施、第6飛行隊にも2004年8月より、回 -2 の配備が開始され、2005年10月頃には、 1> 回 -1 よりも回 -2 の方が多くなった。そして2006年3月9日、6機によるラストフライトが行われたが、この時変態の戦闘を務めた飛行隊長、高部二佐は、この飛行によって回 -1 単一機種としては、最大の3733飛行時間を達成した。そして3月18日に回 -1 任務完了式が行われた。 1998年、平成10年8月25日夜、第3航空団の海 -1 支援戦闘機が、岩手県沖を3機編隊で訓練中、編隊長の A2 等空尉、当時29歳と B2 等空尉、当時29歳の2機が墜落した。A2 e は飛行時間2000時間超、B2 も1500時間超の中堅パイロットであり、B2 は追気基地の 第8航空団所属で訓練に参加していた。両機は、三沢基地に帰還後、火の玉が見えたと報告した。その後遺体が回収され、AB 両名とも1階級特別承認し、8月29日に葬儀が行われた。 同年9月2日より訓練が再開され9月13日の三沢基地航空祭も実施されたが10月上旬2回マイナス 4EJ 戦闘機が墜落する事故が発生したため三沢市長が抗議する事態となったさらに翌年1月には米軍の F-16 が墜落事故を起こしている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください